ジャニーズに入ってから数十年、今までお世話になりました。これからはもっといろんなことに挑戦し、新たな人生を歩んでいきたいと思います。そう言って自分の可能性を信じ、勇気ある決断でジャニーズ事務所を退所していった数々のタレントたち。しかし退所した全員がこんなにも爽やかな理由で去っていったわけではない。中には本当にドロドロとした理由で辞めていったジャニタレも存在していた。1川崎麻世。まず初めに紹介するのは、1976年の夏休みにジャニー喜多川によって直々にスカウトされた超美少年アイドル川崎麻世。当時のジャニーズの中でも期待の星として目をかけられていた彼は、1年後にレコードデビューすると、その凛々しい顔も相まってすぐにトップアイドルの仲間入り。親衛隊からは常に黄色い声援が飛び、事務所、特にメリー喜多川氏からは杉良太郎のような舞台俳優として成功させたいと手塩にかけて育てられていた。期待されている以上は頑張らないと。しかしそんなトップアイドルの座にいた彼だったが、タノキントリオが登場したことでその地位からはあっという間に陥落。それでもジャニーズ事務所は彼に本番を教えるためにと、諸費用すべてを負担しながらニューヨークへミュージカル留学させるなど、彼にかけていた投資と熱量は相当なものだったのだが、やばい、マジでやっちまった。どうしよう、恋人を妊娠させたなんてジャニーさんにどう報告すれば。なんと現役でありながら彼は当時人気モデルとして活躍していた外国人タレントカイヤと交際し、彼女を妊娠させてしまったのだ。当然ジャニーズアイドルとしてのイメージはだだ崩れであり、投資してくれたジャニーズを結果的に裏切るような形で彼は退所を決断するのだった。ちなみに退所してまで結婚の道を選んだ彼だったが、その後はダブル不倫などで長年にわたりドロドロの争いをするように。退所が正解だったのかは不明だ。2反町隆史。次に紹介するのは、かつてあの光源氏のバックダンサーを務めていた現人気俳優の反町隆史。ジャニーズ時代彼が所属していたグループは平家派とも呼ばれたグループで、そこにはそうそうたるジャニタレがずらりと並んでいる。順調に進めば V6 や TOKIO のメンバーの中にいてもおかしくなかっただろう。それなのにジャニーズアイドルではなく一人の俳優としての道を選んだ彼。しかしその裏には、俳優として生きていくなどという勇気ある決断は存在していなかった。いいんですか本当に。いいのいいの、事務所のことは気にしないで。今夜は君だけのアイドルになってあげる。あのバカ、やってくれたな。ジュニアがジャニーズのイメージを壊すなよ。そうしてファンに手を出したことと、それ以前から積み重ね続けた素行不良により解雇された反町。ただ解雇の時期が1ジュニアだったことが彼にとっては不幸中の幸いで、このドラマにも反町を起用か。ジャニーズの圧力とかがかかると思ってたけどな。まあジャニーズファンにすらほとんど知られてなかったくらいの知名度だったんだ。再所属した検温の力もあるだろうし、起用しても芸能界にとっては何の問題もないってことだろう。3本木雅弘。3人目に紹介するのは、寿司食いねえなどの大ヒット曲を連発したものの、チェッカーズや少年隊に人気を奪われた渋垣隊のメンバー本木雅弘。多くの人がご存知のように人気低迷に陥ったことで渋垣隊は解散し、メンバーは事務所ごと移籍する決意をしたのだが、元木、あんたこれ何？なんで私が進めるプロダクションに移籍しないのよ。薬丸と深川は私に従ったわよ。いいじゃないですか別に。僕には僕のやりたいことがあるんです。今までお世話になりました。では元木、私に歯向かったこと後悔させてやるわ。そうしてジャニーズの歴史の中でも珍しく、メリー氏に啖呵を切って退所した元木。当然とは言いたくないが、それにブチギレたメリー氏は元木を出演させないように各所に働きかけたという。元木を出すならうちのタレントは出演させないわよ。しかし元木は飛び出したタイミングが良かった。出演させないって言われてもな、うち歌番組じゃないしな。別に出演されなくても何も困んないって。それな、
つうかむしろ歌もできて役者としての実力も高くて司会能力も高い元木さんを使えない方がデメリットだって。じゃあ、問題なくオファーかけるってことで。そうしてまだジャニーズの影響力が低かったことと自身の能力の高さから紅白歌合戦、NHK の歌番組司会、映画226への出演など幅広く活躍できた元木。後にジャニーズが勢力を伸ばしたせいで仕事を抑制されることもあったが、メリー氏が本気を出して潰しに行っても生き残ることができた稀有な元ジャニーズアイドルであった。4、郷ひろみ。最後に紹介するのは睡眠時間も練習時間も確保できないほどデビュー当初から絶大な人気を誇っていたトップアイドル郷ひろみ。テレビで彼を見ない日はなく、コンサート会場はいつも熱狂の嵐。たった一人でそれだけの人気を獲得するアイドルもそうはいないだろう。それなのになぜ彼は自分から退所を決めてしまったのか。最大の理由としては学校の問題で、それに加えて自身が次のステージに上がるためというものが挙げられていた。しかし、もう嫌だ。え、あの退所理由が表向き？ええ、この暴露本でも記してるんですけどね、退所の中身はもっと闇深いものですよ。ジャニーズって見た目重視で、アイドルたちもジャニーズ系っていうのに統一されていたじゃないですか。けどそれって事務所から女性ホルモン注射を打たされていたからなんですね。だから郷ひろみの声も思春期を過ぎても声変わりしていなかったんです。そんなことをしていたんですか。しかもそこに加えて郷ひろみは合宿所でジャニー北川と同じクラスの高級なステーキを食べられるなど特に寵愛されていたというが、その理由はジャニー北川による魔の手がかかった可能性が高いと暴露本では指摘されている。彼が退所したのはそういった被害から逃げ出すためとも言われていた。郷ひろみまであの被害に遭ってたかもしれないなんて、芸能界のドンがいるバーニングに移籍しなかったらとんでもない目に遭っていただろうな。それぞれの事情から退所以外の道を選べなかったかつてのジャニタレたち。現在ジャニーズ事務所は騒動以前からタレントたちが続々流出しているが、ここから這い上がる力は果たして残されているのだろうか。反町隆史さんがジャニーズだったのは意外すぎるんだけど。 GTO とかのちょい悪なイメージが強いけど、退所理由もまさにそんな感じだったのね。そんなことよりホルモン注射って本当なのかな。今まで暴露本に記されていたことが嘘だのなんだの言われてきたのよ。その大半が真実ってことが明らかになったんだから、注射だってありえるじゃない。本当にジャニーズって闇深いね。誰とは言わねえが、生き返って罪を受けろこの野郎。はかずきんちゃんは誰とは言ってないよ。誰とは言ってないからね。空に